アーロン・ジャマル・クロフォードはアメリカ合衆国ワシントン州シアトル出身のバスケットボール選手。身長196センチメートル、体重86キログラム。ポジションはポイントガード、シューティングガード。地元のレーニアビーチ高校を卒業した後、ミシガン大学に進学。入学からわずか1年でアーリーエントリーを表明し、2000年の NBA ドラフトでクリーブランドキャバリアーズから全体8位の指名を受けたが直後にクリス・ウィームと交換でシカゴブルズに権利が移りプロのキャリアをスタートさせたトレバー・アリーザとのマッチアップ初年度は67試合に出場し主にポイントガードとしてプレーした2年目となる2001から02シーズンはシーズン前に左膝の前十字靭帯を断裂してしまい23試合の 出場に止まった。3年目に80試合中31試合に先発すると、翌2003から04シーズンは、シューティングガードにコンバートされ73試合に、先発出場、チーム最高の1試合平均17.3得点を上げるなど主力選手として活躍したが、2004年8月にサイントレードで、ジェローム・ウィリアムスと共に、ニューヨーク・ニックスに移籍した。 ニューヨークニックス時代ニックス初年度は先発で出場する機会が多く自己最高の平均17.7得点をマークしたが不安定さ、ディフェンスの悪さは改善されず2年目以降は主にベンチから起爆剤として起用されるようになった。しかし2007から08シーズンにはアイザやトーマス HC と先発ガードのステフォン・マーブリーがさかいを起こしている間に 自身は出場した全試合に先発出場を果たし、チームトップとなる平均20.6得点を挙げた。2008から09シーズン開幕直後、アルハリントンとのトレードでゴールデンステートウォリアーズへ移籍。ウォリアーズでも持ち前の得点力を発揮し、12月20日の シャーロット・ボブ・キャッツ戦で50得点を挙げ、異なる3つのチームで50得点以上を記録した、史上4人目の選手となったが、ドンネルソン HC とソリが合わず、オフにはアトランタ・ホークスに放出された。ホークス移後は、マイク・ウッドソン HC の提案で、6マンに転向。これが功を奏し2009から10シーズンは、初の NBA6 マン賞を受賞した。 2011年12月15日、ポートランドトレイルブレイザーズと2年契約を結んだが、2012年オフに契約をオプトアウト。2012年7月11日、ロサンゼルスクリッパーズへ移籍。自身3回目の n b a シックスマン賞を受賞した。2017年2月6日 NBA 史上6人目のスリーポイント2000回成功を達成した。 2017年7月7日、ダニーロがリナリのサイントレードの一環でアトランタホークスに放出された後、バイアウトで合意し、解雇された。2017年7月19日、2年890万ドルでミネソタティンバーウルブズと契約した。2018年10月17日、フェニックスサンズと契約。2019年4月9日、ダラスマーベリックス戦にて、 キャリアハイとなる51得点を記録した。2019から2020シーズンは無所属のまま過ごしていたが、新型コロナウイルスの影響でシーズンが中断していた2020年7月、コロナウイルス感染者が続出し戦力が大幅にダウンしたブルックリンネッツと契約した。交付調の波が激しく、ディフェンスも苦手であるが、短時間のプレイタイムで、 ゲームの流れを所属チームに引き寄せる能力が必要なシックスマンはプレーに波が出にくいこともありシックスマンに極めて高い適性を持つ選手である多彩なムーブから相手の膝を砕く優れた一音一スキルを持ったスコアラーであり2007年1月にはキャリアハイとなる52得点を記録するなど爆発力もあるクロスオーバーからのペネトレートや3ポイントシュートなど 得点オプションは豊富。またポイントガードを務めることもできる。近年ではクラッチシューターとしても活躍し、チームを引っ張る存在になっている。ディフェンス力には依然として課題が残るものの、ホークスに移籍して、以降はオフェンス特化型のシックスマンとして、チームに欠かせない存在となっている。4ポイントプレーを24回成功させており、 これまで、レジーミラーが持っていた記録を更新した。b a s k、r、e t b a l l r e f e r e n c e c o m ありがとうございます。